さあ行ってまいりました KTM の、はい、1390スーパーデューク R エボ。 R エボ、そこまで続くんだ、はい。1390ってもう最大排気量、最大排気量 1350cc、はい、です、はい、全モデルよりも全モデル1290、はい、で 49cc アップですね全モデル、はいはい、ということでね乗ってきたんですけど、はい、これはねまずねびっくりしたのはね結構コンパクトに感じた。あ、そうですね、俺1290の時もっとなんか大きな感じがしたんだけど、はいはい、すごいキュッとまとまってて、だけどパワーは十分にある。なんかねこれぞストリートファイターって感じしない？すっごいスポーツバイクステップ高みたいな。そしてなんか前に何ていうかこう前に何もなさ、はい、なんていうんだろうな、やっぱこれがね日本のネイキッドと違う、和製ネイキッドと違う、なぜここまでノンカールでスポーツさせるのかっていうね。ただね車重軽く感じるよね、はい、これ車重が100いや200キロあるのこれ、燃料除いて200キロなんです。これこう起こした時の軽さと、あとこの 前回りの何もなさが、はいはいはい、なんかねすごいコンパクトな、これ1400、まあ要は1400レベルじゃない、うん、はいはい、そんなでかいバイクに思わせないよね。確かに、はい、でねこの顔見てください、もうねこれでもかっていうぐらい威圧感、ここの配線を隠す気が一切ないこの感じとか潔くてすごいいいです。実際ね乗ってみるとね、なんだろうな、まあ、意外と扱いやすかった。あ、はいはいはい、パワーはもちろんあるんだけど意外と扱いやすい、下から滑らか、そうね、それでね、あの電子制御に守られてる感、はいはいはい、なんかね何やってもすごいんだけど大丈夫なような気がする、破綻しない感じがする、破綻しない感じがする、なんか守られてる感があって、俺さっき一生懸命いろいろと制御切ろうかなと思ったんだけど、はいはい、なんか全部入ってて、あのなんだろうな、ハーフ入りはもちろんねパーンってするんだけど、はい、そのハーフ入りがとっちらからない。これなんかウィリーコントロールついてて、うん、角度を何度で変えられるらしいですね、コントロール。そうそう、あのいい角度のままでそれ以上破綻しないって言ったところもあるから、はい、そこもすごかったな。このスイッチ類もすごいね。すごいです、これちょっと見ちゃう、これを入れる、今回キーレスなんですよね。キーレスなのかこれなんかエヴァモードみたいな、今回ねトラックモードでちょっとね行っちゃったんだけど、ちょっとエンジンもかけちゃおうかな、よっ。意外と優しい、はい、優しい感じはするよね。でもでもトラクションを得る力感とかもすごくて、まあストリートを走っていてね、これぞなんかしてやろうかなっていうねあのただ走るっていう感じはないよね、はいはいはい、なんかしてやろうかなっていうね、うん、やらせようとしてくる、うん、まっすぐただ走るんじゃなくて違います、ね、こうやりたくなんない、うん、こうやってアクセル開けてこうやってってなんかね落ち着いてられないっていうね、はいはい、ただまあ疲れてきたら、まあ、ゆっくり走ってても、まあ、普通に走ることもできるんだけど、はい、もうなんか威圧感っていうかね、はいはい、あの本当にねファイティングマシンっていう感じがするよね。ただね、ただそれでも俺はやっぱり、まあ、全モデルよりは随分なんか小さくなって、いや排気量大きくなってったようなイメージがなく、小さくコンパクトにまとまってんなって感じがしますね、はいはい、シートなんですけど、うんうん、すっごい滑らなくないですか。滑らないこれだけでこのホールド感加速力に耐えられるというね、はい、これもねすごい、なんだろうな、この後ろもどうしたらいいんだろうねこれね乗るようなバイクでもないですね、うん、もはや後ろに乗るようなバイクではないけど、一応高いな結構高い位置にあるんだ。これで加速されるのはちょっと嫌だな、やっぱり前がいいな、前、はい、足乗っけて、ステアリングのねあのフィーリングが、はい、結構自然。あ、そうですね、なんかねもうちょっとストリートファイターってグッて横幅のなんかフロントを押さえつけるって感じだけど、そこそこ絞りもあって垂れ角も良くて、
なんかね自然です、うん、ほんとツーリングでも行けそう、はい、でもエンジンかけてこのピックアップを感じると、はい、ただじゃすまん何かしたくなるというね感じがします。ハンドリングに関してはいやめっちゃ寝かし込み軽かったです確かにねこのタイヤでこの寝かし込みだったら、なんだスーパースポーツのように、はい、もしかしたら峠をねビューンって寝かしてってほんと肘をすりに行くぞっていうぐらいなんだろうなパフォーマンスを発揮しそうだよね、はいはいはい、だけど最初寝かした時もすっごい寝るって思いました多分スーパースポーツだったらあの思いっきりね前傾なんで、はいはい、そういうイメージがあるけどやっぱりちょっとアップハンでこれだけ寝が軽いとなんだろうな腰下でうまく操って寝かすっていうね、はいはいところをやってあげないといかんなという感じがします。そうスーパースポーツのアップハンドルタイプ、はい、本当にそうですねそうスーパーストリートファイター、うん、昔ながらのねこのフルカウルのスーパースポーツのカウル取っちゃいました、うん、アップハンドルにしちゃいましたっていうそのまんまの雰囲気だよねまさにですねただ排気量はだいぶ大きくなったね1350、うんうん、そんなに排気量大きくした感じはしないけどね本当ですね、はい、タンクのなんかこのスポイラーらしいんですよね、うん、このタンクのこれがこれがダウンフォースを生むらしい、うんうん、ここね確かにここにもねウィングついてるしなライト類見ちゃうライト類見るとデイライト明かりをつけちゃうおあ一応デイライトついてんのかでもあついてるついてるついてる下から見ると見える。はい。オッケー。じゃあ、はい、スペックの方に、はい、行ってみましょう。はい。じゃあこちら1390、スーパーデューカRエボですね。エボ、はい、これ電子制御サスペンションが、ついてエボ。そっか。のモデルになります。はい。はい。こちら、エンジンがですね、水冷 D51C 4ストロックの、75度の、V2 になります、うん。排気量がですね、1350cc。はい。最高出力190馬力190までの1万回転プラス10馬力になってそうですね10馬力アップで190馬力になってます、はい、で最大トルクが145ニュートンメーターの8000回転ということです、うんはい、で車両重量が、燃料を除く半乾燥重量で200キロになってます。200キロあるんだね、はい、もっと軽く感じる感じますね、うん、でシートコ意外と834ミリらしいです。おそう足つき全然いいですよ、ね、そうねあんまりなんかこうやばい感はない、ね、ないですね。これ結構コンパクトに感じました、はい、で燃料タンクが 17.5 リッター入るそうです。結構入りますね。でタイヤが今満タンじゃないよねっていうぐらい軽いよね本当に、はいねはいはい、でタイヤがですね12070の17と200ですね。リアが200、はい、すげえな確かに SS だわこれになってます、はい、で価格の方がこちら269万9000円ということで、はい、やっぱりネイキッドでもそれなりにしますね。まあ、ねはい、まあ、SS を買ってるイメージですね、はい、はい、ということで、今回は KTM の1390スーパーデューク R のエボ何回はい、ということで今回乗ってみました、はい、意外とね、俺はね、楽しかったな。楽しかったです、ハンドリング超良かったです、はい、はい。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。